5. アラカンニシャ次第に脳変ゼ式妙マナエヒ天然皮資料異小僧アラカンの位にシャス次は第二脳変なりこの式をマナと名付く彼によって転じて彼を演ず資料を小とも相ともなすそれ第八アーラヤ式のルテンはアラカンの脅威において死滅する第八式を第一脳変とし次は第二脳変でそれ第八式によって生じそれを認識対象とするものがマナスと呼ばれる式で潜在心のレベルで自分という意識を伴って思量することを本性とする五の歌記憶マイナス執着で誰でもアラカンにはなれるけれど執着しぶとくて自分が主役と脳変すこれは私の体験でこれは私自身のものこれをしているのは私いつでも私と思量する図説第八式に面伏していた思量作用が活発化しそのエネルギーが集結して浮かれポンチとしての仕切りを形成しこれ第八式は私のものだと思量執着するこれが第二脳変のマナス第七式です日記第八式土壌に面伏している習字記憶の思量作用の発が成長エゴの活動を観察しましょう考えるヒント一人称がないのならば第二三人称もなし思いの出所を尋ねれば私が出てきて消えてゆく一人称が消えるときに第二三人称も消えすべての人称の出所のゼロ人称の後期独存それでは五節に入りましょう五節の回訳ですねそれ第八アラヤ式のルテンはアラカン第八アラヤ式の活動は合点に上ると中国語では非常に素晴らしい表現ですね合点に上ると言われているわけですみんな合点に上るちゃんなんですよ僕たちの大発見みんな合点に上るなんですでそれのルテンがやむ場合があるわけですどういう場合かということですアラカン、まあ、サンスクリットではアルハですねアラカンの脅威において死滅ジャーブリッキ死滅するですからアラカンという言葉よく聞きますがアラカンの本来の定義は第八アーラヤ式の合点に上るが完璧に静まった状態です、まあ、私意識が解消されて執着がなくなった状態です別な表現するとヨガスーツラのニルビージャサマーディにあたります無数字三昧アラカンアルハトの脅威とねヨガスーツラのニルビージャサマーディっていうのは同じです
ですから、ヨーガスープラも、ユーシキも同じことを教えてる。ラマナマハルシもね。一つには、その、完璧な下脱をしたっていうことですね。ヨーガスープラでいう、チッタブリッティ、ニローダと、ここのビアーブリッティも全く同じことです。ヨーガスープラの一章の二節の、チッタブリッティ、ニローダと、有識三十字のね、五節で言われています、ビアーブリッティっていうのは全く同じことです。どれとどれが一緒だとこう分かるようにしておくと、すべての経典は同じことを教えているとわかりますね。第一式を第一能編とし、次は第二能編で、それ、第八式によって生じ、転じ、それを認識対象とする、演ずるものが、マナスと呼ばれる式で、潜在心のレベルで自分という意識を伴って思量すること。思量することはマナーナと言います。を本性、アートマーか、正相とも言いますね。とする。で、ここではね、第八式がやむのはアラカンか、アラカンの教義を得た時だけであるって、そこで切れるわけですね。僕たちの異熟がやむとき、輪廻転生がやむのは、第八アラヤ式の合点におぼるが病んだとき、つまり私意識の解消と私に伴う実験が完璧に払拭されたとき、ニルビージャサマーディに達したときである。そこで、まあ、下脱だっていうことを言って、輪廻転生しなくなるって言ってるんですね。ところが、僕たちはそうじゃないので、凡人の第八式を第一能編とし、そこから第二能編が生じますよ。で、その第二の辺について説明しましょうって、下脱していない人の説明を続けるところですね。それ、第八式によって生じ、記憶があるから、その、記憶という第一の辺があるから、財産があるから第二の辺、私はこれこれを持っている。これは私の財産ですっていう、変なものが出てくるんですね。で、そこから出てきて、自分の親である第八式をね、それをっていうのは第八式をです。認識対象とする、演ずるものがマナスと呼ばれる。つまり、第八式という記憶から出てきて、その記憶を、これは私のものだっていう思いが出てくる。それがマナーな、修行することであって、その働きをする式をね、マナス、第七マナスって、僕は言ってますが、マナスという。ここのマナスとね、ヨーガの方でいうアハンカーラが一緒です。アハンカーラ。エゴですね。木村先生が画集って訳したものです。アハンカーラ。アハンカーラ。ヨーロッパ人たちはエゴって言ってます。エゴ。エゴ。E-G-O ね。エゴ。ギリシャ語から来ています。で、この第七マナ式、私はっていう思いのは、思量することを本性とする。で、思量することは考えるっていうことじゃないです。第八式の記憶は、これは私の体験記録で扱って思量することです。第六意識での思量じゃないんですよ。第七マナ式の思量っていうのは、第八式。第七マナ式はね、上の方を見てね、考え事するんじゃなくてね、主に第八アラヤ式を見て、これは私のものだって、自分のものじゃないものを私のものだって分取ることです。それで僕は仕切りって言ってる。第七マナ式の働きを仕切りって言ってる。全体生命のね、活動であった記録を、これは私のおねしょだ、これは私の出現だとかって、私のって仕切ること、それを資料マナーなって言う。そこ勘違いしないでください。第六意識の考え事は別なんですね。で、そういう私の思いが確定されると、第八式の記憶を引き上げて、私は辛かったとかね、うぶく浮きを始めるんです。私がこれをやったんだとか、慢心したりね、私は悔しいとか、そうなるわけです。ですから、第七マナ式は、第八式に向かって修行するし、第六意識は、第八、第七マナ式を土台としてね、兼ね合い関係を模索するっていうことですね。そうしたなら5番の覚える歌は、記憶マイナス執着で誰でもアラカンにはなれる。けれど執着しぶとくて自分が主役と脳変す。これは私の体験で、これは私自身のもの。これをしているのは私。いつでも私と資料する。
してこのようにアハンカラを表現したわけですね。記憶から執着を取れば、それは全体生命の記録になりますね。私の記録じゃなく、記憶じゃなく、全体生命の記憶になるので、誰でもあらかになれるんだけども、僕たちは私の記憶から私という思い取ることできないんですね。皆さん取れませんでしょ。これは私の子供、私の夫、私の孫って思ってるでしょ。これは全体生命のこのような存在、ビーイングだと思わないでしょ、皆さん見て。岩井さんと布引さんの隣には岩井さん、布引さんって思ってるだけでしょ。で、それから執着取ると、これは布引さん、岩井さんっていう執着ね、実家取ると、これは全体生命って、もし本気で見れると、布引さんも岩井さんもアラカンになれるわけですね。アラカンが二人誕生するわけですね。でもそういかないので、それはなぜかというと、けれど執着しぶとくて、これは布引さん、これは岩井さんということですね。自分が主役とノーフェンスっていうのは私という思いがあって、私はこの人を布引さんと思う、私はこの人を岩井さんと思うって、私が主役になって第六意識の働きをするからですよっていうね。で、これは私の体験で、これは私自身のものとかね、これをしているのはこの私とか、いつでも私私私と資料するんですね。ですから第七マナ式の資料っていうのは私という思いなんですね。それでエゴにあたるわけです。アハンカーラ、アハンカーラっていうのはアハン、私っていうのをカーラ、作ることです。アハンカーラ、これは私、これは私って、アハン、私をカーラ、作ることですね。画集っていうより我を作ることです。我という働きをいつでも作るんですね。そして執着するから画集とも言われるわけですね。そうすると今の図解をしますと、下の方から見てください。下の方で第八式、皆さんの過去章の第八式ね、今章終わるとまた第八式だけになります。そこに面伏、眠っていた資料マナナ、これは私だっていう記憶を残して皆さんはおそらくお亡くなりになるでしょう、ね、そうするとこれは私だって思っていた記憶がそこの方に沈んでるわけです。ところが気が熟してくると活発になるわけです。春がやってくると今年の秋に落ちた種子もね、冬は発芽しませんが、秋になって暖かくなるとうっかり騒ぎするわけですね。で、第八式に面伏、眠っていたって意味です。資料、私はという思い、この場合の資料マナナは私はという思いです。 I thinking ね、 I thought とか I thinking、 私という思いはそのエネルギーが集結して浮き上がっていってね、仕切りを形成し、浮かれポンチ、イカレポンチ、それ浮かれって字がね、だいたい癖があるものは江戸文字で僕書いたので読みにくいでしょ。浮かれの浮が、浮くっていう字の江戸文字なんですけど、浮かれポンチね、イカレポンチと一緒です。浮かれポンチになって第七マナ式を形成するんです。上に行って、これ第八式ね、この体験記録の修正は私のものだと資料執着するんですね。これが第二脳編のマナ、第七式、第二脳編ということですね。そうやって活動するからまた私という思い残るでしょ。そうすると下の第八式の状態になって、それを残すのでまた何遍も繰り返すんですね。種が落ちて出て、種が落ちて出てって、それを繰り返してるわけですね。愚かなことですねって聖者方は言うんですが、僕らは愚かなことですねと思わないで、あれこれ目を外に向けて追求するわけですね。日記のヒントとしてはね、第八式、土壌に面伏している習字、記憶の資料作用の発芽成長を観察しましょう。私はという思い出てきたときに、私はという思いが出てきたって気づきなさいということです。考えるヒントはラマナ・マハルシの真実在のビジョンの16節ですね。一人称がないのならば第二三人称もなし、思いの出生を尋ねれば私が出てきて消えてゆく。一人称が消えるときに第二三人称も消え、すべての人称の出所のゼロ人称の好奇独存。私という思いがないならば、彼、あなたとか彼とかないわけですね。愛があるから、he とか you とか出てくるってことね。赤ちゃんにとってはね、私という思いは面伏してて、あんまりはっきりしてませんね。
生まれたばっかしの赤ちゃんに、お前、パパとママどっち好きって言ったって、そんなこと言わないわけです。私という思いないから、言葉もわかんないですね。で、僕らは私という思いを24時間持ってるんですね。24時間。眠っている時も潜在的にあるわけですから、24時間持ってる。下脱した人は24時間持ってないんです。で、一人称が消えれば、第二、第三人称も消えるから、すべての認証の出生のゼロ認証ね、だけがある。つまり無我。全体生命だけがある。セルフだけがある。神だけがある。アートマン。いい意味でのアートマンだけがある。ね、以上、第八式と第七マナ式まで勉強してきたわけです。それを自分のね、第八式で、それから第七式で、私はという思いで、確認してください。確認できない人はいないと思います。私っていう思い確認できない人はいないと思いますから。まあ、布引さんがわからないってね、言ってたことあるけども、じゃあ布引さん、私の家にカビ生えたらこだわりませんかって言ったらこだわりますって言って。で、誰がこだわるのって言ったら私、わかるでしょって言ったらわかるって言ってね。前に、まあ、ドカーンって言ったことでは、皆さんの旦那さんや奥さんが他の男性や女性、好きな人出てきて、くださいって言われたらどうしますか、皆さんは嫌だって言うでしょう。嫌だっていうのは誰ですかって言ったら私ですって。それが私という思いですね。はい、どうぞって無我で言えたなら、そりゃあらかん第一号でしょうね。でも本当はそうじゃなくて、めんどくさいから